明日があるさ、マスターなのか。さすが、はい、この場を私たちの方にグッと。あまりにもレベルが違う。あまりに違うのね、何のことがなくなる。関町さんの空気を作ってください。素晴らしい。吉岡美子さん、いや、ここにはね、続世間に来ておりますね。いつも前座でね、気軽にやれるんですよね。すごいね、前座が来たんでね。まあ、今日はね、本当はね、ピアノっていうことだったんで、ピアノだけだとね、なかなか集まりも悪いしね、せっかくこういう機会もないとね、僕らも聞きに来られないんで、で、ね、早速3曲やっていきたいと思います。2、3週間、ちょっとここで来てね、市場調査しながら、はい、どうせやったらね、この人いけるような歌がいいかなと思って10周年で、生まれて初めてアリスを歌ったというね、意外と好評だったんで。冬の歌だと思ったらね、ふと気づけば、冬という言葉が全然なかったので、あ、
夏でもいいかと、ね、中島みゆきさんのホームにね、お盆とね、帰省の方もいらっしゃるんで、年末だけじゃなくてお盆でもいいかなと思って。
かったわけで、でもう一曲はね、島根でカラオケ歌ったらね、この歌はね、あの皆さん知ってるということだったんでね、年寄りの膝水ですね、ちょっと若い人だと思って、津田正樹さんのね、さよならエレンジでもいきましょうね。ということでね、本当の前座が終わりますので。ありがとうございます。